パーシー・ビッシュ・シェリー、パーシー・ビッシュ・シェリー、パーシー・ビッシュ・シェリー、1792年8月4日から1822年7月8日は、イングランドのロマン派詩人。小説家のメアリー・シェリーは妻。サセックス州、ウォーナムのフィールドプレイスに浮遊な貴族の長男として生まれる。早くから、ギリシアラ県の古典に、ディドロ、ボルテール、 ドルバックラの啓蒙思想、ウィリアム・ホドウィンの政治的正義などを読んで思想の形成を行う。イートン校在学中は上級生の学木となる習慣に反抗し、吉イシェリーとあだ名されている。オックスフォード大学在学中は読書にふける傍ら施策を試みたが、愛する十枚がシェリーの会議主義を恐れたあまり恋愛は破れ、失望しつつ、 飲酒を打破しようという気概に燃えたあまり1811無心論の必要ナセシティオブエイシーザムというパンフレットを書きオックスフォードの書店で売り出すといった巨に出て高校となる同じ年に妹の学友ハリエット・ウェストブルックハリエット・ウェストブルック1795年から1816年の学校での不遇に同情し主義であるところの 結婚の決裁への批判を抑えて彼女と結婚する。ついで、アイルランドやウェールズを放浪し、カトリックの解放を訴えたパンフレットを書く。行く先々で、イギリス関係が危険しそうか、シェリーの動きを密かに監視していたとも言われている。妻やその姉との不和が深刻になった1814年、シェリーは、ロンドンのウィリアム・モドウィン邸に、足しげく通っていた。そこで、 ゴドウィン家の娘メアリーと恋に落ちる。この時シェリーには、身オモの妻、ハリエット、ハリエット・シェリー、1795年から1816年、と二人の間にできた娘アイアンス、ヤンサ・シェリー、1813年から1876年、がいた。シェリーはメアリーを事実上の妻とし、本妻ハリエットを、例の妹として三人仲良く暮らしたいと、大真面目で提案し、 ハリエットに深刻なショックを与える。シェリーとメアリーは、道ならぬ恋に対して予想外に激怒するゴドウィンの元を離れ、大陸へ駆け落ちした。1814年7月28日のことである。メアリーの妹、ただし血縁関係はないクレア・クレモンとも一緒について、来た。一行は、ナポレオン戦争で荒廃したフランスを抜け、スイスのルゼルニへ到達したが、金に困り、 ライン川下りをして、イギリスに帰国した。イングランド南部のケント州に着いたのは、同年9月13日のことだった。一行は、ロンドンへ戻り、家を借りて三人で住んだ。2年後の1816年、シェリーとメアリーとクレアの3人は、スキャンダルまみれの詩人ジョージ・ゴードン・バイロン教を頼って、再び大陸へ出発した。メアリーは、前年にシェリーとの間の最初の子を、 生後十一日で亡くしたのだったが、この時は生後三ヶ月の男児ウィリアムを抱えていた。またしても一緒についてきたクレア・クレモントはバイロン教の子を見守っていた。一行がスイス・レマンコハンにバイロン教が借りていた別荘、ディオダティソー、B 社ジオダチに到着したのは186年5月14日のことだった。メアリーはこの館で小説 フランケンシュタインの着想を得ている、ディオダディソーの会期談義。同年秋に帰国後は、キーツや、ウィリアム・ハズリット、ウィリアム・ハズリット、1778年から1830年、本人及び一族は加盟を、ヘイズリットと発音や、チャールズ・ラムと知り合う。1816年12月10日、シェリーの本妻、ハリエットの遺体が、ロンドンのハイド・パーク内、 サーペンタインレークで発見される。受水自殺した模様であり、シェリー以外の男の子供を見ごもっていた。その二十日後の十二月三十日、シェリーとメアリーは、ロンドンの教会で結婚する。1818 18年、シェリーはメアリーを連れて、イタリアに赴き、フィレンツェ、ピサ、ナポリ、ローマなど各地を転々としながら、プラトンの共演を翻訳したり、対策。 今しめを解かれたプロメテウス、プロメテウスワンバウンドを書き進めた。1821年、イギリス詩人ピーコックの説に反論して書いた詩の用語、エ e f e フェンスオブポエトリーは、シェリーの三文による代表作である。同年に没した、キーツの詩を哀悼して、アドナイス、アデンスと、ヘラス、ヘラスを刊行した。1822年7月8日、 ジェノバの造船業者に特注で建造をさせた、ホブネエアリアル、エアリエルに乗り、リボルノからレイリチエの木とに着いた、数時間後、ビアレッジ沖で突然の暴風雨に襲われ、船が沈没した。発見された時は、息がないばかりか、身元確認も困難なほど無残な水死体となっていた。後世の絵画ではシェリーが穏やかにエミする姿が描かれているが、フィクションである。 上着のポケットには、ソフォクレスギ曲集とキーツの刺繍があったという、薬病の蔓延を恐れた当局の指示で、遺体はビアレッジョ郊外の海岸で仮装された。そこには、バイロン教の姿もあったが、メアリは、女性は参列しないという当時のイギリスの監修を守り、参列しなかった、後世の絵画にはひざまずくメアリの姿が描かれているが、フィクションである。 シェリーの遺骨は、ローマのプロテスタント墓地に葬られ、心臓は、メアリーと共に、イングランド南部のボーンマースにあるセントピーター教区、教会、ザパリッシュチャーチオブセイントピーター敷地内の墓に安置された。ローマの墓石の表面には、コーコーディアム、ラテン語で、心の心の意味とシェリー生前の愛称句が刻まれた。5歳メアリーシェーは、フランケンシュタインの作であり、 駆け落ちの時期にディオダディソーの回帰談義において、シェリーやバイロンらと人造生命の可能性について語り合ったことが、同の着想のきっかけとなっている。SF 作家、アイザック・アシモフは短編集、ロボットの時代において、後世にシェリーの名声が、詩人愛好家や、知識人階級に止まっているのに対して、アマチュア作家の妻、メアリーの作品が古典の一つとなってしまったことを、 作家の悪夢と評している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。